修羅がうごめく現世こそ地獄にふさわしいと思わねえか。獅子王誠か。だったらどうする。知れたこと。おっと、そこから動くなよ。いい声だ貴様。なぜお前がここに来ることが分かったと思う。元新選組三番隊組長斎藤はじめ。裏切りか。お前も俺も幕末を生きた男だ。こんなくだらねえように満足しちゃいねえだろう。そんな制服脱いでどうだ。こっちに来ねえだろ。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。俺は誰の指図も受け。なるほど、それもいいだろう。ほぼ互角だが、奴にはお前のように仲間や弱い人たちのことを思う、そんな気持ちはかけらもなかった。勝ったぞ錦の御旗じゃ。旗じゃ。勝ったぞ。あれは三徳軍の勝利じゃ。尋常でない野心、人を踏みにじっても何とも思わない光明心と支配欲、それが獅子王だ。勝ったぞ。
されたはずだった。